どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ、今日はですね、広告で見かけたイーティングヒーローというゲームやっていこうと思います。なんか可愛らしいキャラが飯食うぞみたいなゲームだったんですが、んこれなんだ、タップしてもなんかあんまり変わらんし、なんかなるほど、タップしたらいっぱい早く飯食うぞってことですね。でセール、んなんか今強いやつ、そしてアップグレードが、ちょっと待って、どんなゲームかがちょっとパッと把握できへん、まあ、タップしたら飯食うぞと。なんか微妙にガリガリからちょっとずつ太ってきてますかね。なるほど、飯食えば食うほどちょっとずつ太るぞと。でセール押したらまたガリガリに戻って、ただその分お金になるぞと。どういうことだこれ。飯食った、でファイト、ちょっと全然わからんけど、なんだ、フードバトル、フードバトルみたいな感じかな。いっぱい食べた方が勝ちだよと。 KGS がちょっとわからんけど、まあまあまあ数字的には勝ってる感じですかね。ちょっとなんか今までないタイプのクソゲーっていう感じですかね。ちょっとまだどんな感じのゲームかがちょっとつかめきれてないですね。まあ 3-2-1 で多分勝ちになるんでしょうが、リワードが140、ん？やばい、ちょっとまだいろいろわからん。なんか、矢印、指のマークがあるんで。ただまあこれはスキンですよね。やっぱスキンでなんか変わる感じでも、ちょっと待って、広告、連打してるゲームの広告ってずるいよね。絶対押しちゃうのよ。ちょっとね、戦いのやつとかよく分かってないですが、まあ飯食わせてセール押したらガリガリになり、ただその代わりに、お金がもらえるぞと。でそのもらったお金で今バナナなんですけど、食べ物が、次なんだろう、携帯電話なんかな。ちょっともう食べ物でもいきなりなくなってますけど、スマホ食べてますね。スマートフォンかどうかわからんけど、なんか食べてますわ。この次これなキーボードか。もうゲテモノ食うんですね。もう何でもいい、何でも良くなってきちゃった。とりあえずこう食べてでかくしようねと。っていう感じですね。こう目的は何でしょうかね。こうとりあえず戦っていくか。食べるものがでかくなればなるほど、まあ、太る速さが速くなってきたよっていう感じではあるんですよ。で太れば太るほど売った時のお金が多くなるんで、まあ、獲得できるお金も今増えてきてる状態なんですけど、この敵がまあちょっとずつ強くなってってみたいな、そのラスボス倒すみたいな感じなのかな。ちょっとまだいまいち目的が見えてないので、もうちょいちょっとやっていこうかなとは思います。とりあえず今のところ敵には全然勝てるね。広告が多いんだよな。とりあえず早くも、今のところ37からの 1.1 の倍率がつくので、41がなんかこう増えていくよって感じなんですけど、でかいところまで行くとなんかランクっていう左上のね、今983位なんですけど、この順位がなんかちょっとずつ上がっていくぞと。今 101.30 って書いてあるところですね。あそこで今983位なんですけど、なんか記録更新して1位を目指す、ごめんなさい、ちょうどね今の今まさに飛行機が来たところなので、ちょっと機内モードで遊んでいこうと思いますけれども、飛行機の法律は、航空法大丈夫でした。これでもうちょっとバンバンいけそうですね。とりあえずまあこっちの方のアップグレードはなんかも食べた時にもらえるなんか太り具合が、1.1 倍 1.2 倍となっていくやつと、なんか食べる速度が速くなるよっていうやつですね。それを上げながら、まあ、次は 2.88 キロまで貯めて、ナスを、靴ではなくナスを食べられるようになり、どん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 まあ増えていくよと。まあこれがどこまであるかは分からんけれども、ちょっとやれるところまでガンガンちょっとやっていこうと思います。さあここからは20倍速でお届けします。もうとにかくですね、もうシンプルです。やることは連打して、太らせて、それをセールというボタンを押して痩せさせてお金をゲットして、でまた新しい食料にして、それの繰り返しです。で食料が増えてきたら、かなりね巨大化するようになってきて、街を俯瞰できるぐらいまでね、だいぶ成長してきました。でバトルの方はですね、正直よくわからないです。鍵というアイテムが、もらえるだけで、その、対戦中に食べた分は通常ステージに戻ってもちゃんとその分でかくなるんで、まあ敵と戦えば戦うほど鍵がゲットできるよと。で鍵があると何ができるかっていうと、スキンが変わるだけですね。なのでほぼ敵と戦う意味なかったです。
だいぶこうでかくなってきたはいいんですけど、ちょっともう味変しよう。普段あんまりスキン変えたりしないですけど、このゲーム思ってる以上に退屈ですね。ただただ連打して増えたお金で、なんかできるわけでもないから、結局その増えたら増えただけその次の高いハードルが設定されてるからあんまり変わらないんですよね。お金が増えたっていう、そのもらえるお金が増えたぞっていう達成感が全くないんですよ。結局どうせまた次の食べ物までのハードルが高くなるんでしょうっていう。現在336キロ、貯めないといけないので、まあ、結構連打しないといけないよっていう状態ですかね。まあ、とりあえずちょっと味変にスキン変えましたけど、なんかあんまり大したもん当たらなかったですね。まあ見た目変わったからちょっと気分変わるかなと思ったけど、まあ、特に変わることはないですかね。336までとりあえずずっと連打するだけの、退屈なお仕事ですねこれはね。はい、ちょっともうラッチがあかんので、飛行機ちょうどね目的地に着いたんで、福島帰ってきたんで、飛行機降りました。なので、広告が見えます。で左下にね、たまにセールのところの上にその5倍2倍から5倍でセールができるっていう広告が出るんで、あれの5倍の時だけ選んでね、今の状態で5倍で売ると今 1.5、1.6M ぐらい ×5 なので、まあまあ 8M ぐらいもらえるんですよね。これがやっぱかなり大きいので、ちょっとまあ広告見つつね、やっていこうかなと思います。あ、5倍来た。よし、これでちょっと進めていきます。さあ、続いては30倍速でお届けします。30秒広告が、皆さん目線で1秒で終わるよっていうね、素晴らしい倍速の速度なんですけれども、この速度で見ていただくと分かると思いますが、もう広告を見始めてからですね、ほぼ広告見てました。ちょっと連打して指疲れたなぐらいでね、だいたい5倍のやつが来るんで、そこで広告を見てっていうのをずっと繰り返した感じですかね。で、あとアップグレードのやつもですね、0.1 倍ずつもらえるお金というかがね、こう増えていくんですけど、太りポイントが増えていくんですけれども、そちらの方も広告を見るとですね、0.1 倍ずつ増えていくので、そこもね、ちょこちょこ広告を見ながら増やしていきました。で、これ食べ物の種類がね、左側にフードっていうタブがあるんですけれども、そこを押したら一番最後まであと何個だよっていうのが分かったんで、最後の食べ物をアンロックするまでひたすら、やり続けました。もうこの辺の時点でね、もう地球規模の、デカさになっております。はい、今5倍広告見て、新しいやつをアンロックしましたってな感じなんですけども、もう次のね新しい食べ物に行くのに 4.89B 必要です。だから 4890M ですね。だいぶ途方もねえ。これマジで広告なかったら無理でしたね。で今まあトラックで次がちょっともう何かちょっとわからないですけれども、左のねフードのところ、ちょっと邪魔、フードのところを押すと、あと残りがですね、まあ、10個ぐらいです。なので10個ぐらい行くと、まあ、宇宙よりも地球よりもでかくなるのか、まあ、何かしら次の新しいことが起こるのか、ちょっとまあそこだけを楽しみにね、とりあえずやってる状態でございます。でこの敵とのバトルもですね、なんかちょうど自分よりちょっと弱いぐらいの敵が出てきます。で食べ物的に僕より強いやつがたまに出てくるんですけれども、まあ、こっちの方が連打しとけば勝てるぞっていう状態なので、これはなんか次々と強敵が出てきて倒すっていう感じではないですね。とにかくまあただただこの30秒間連打しとけば、勝てるよっていうぬるゲーです。ゲームでもねえな。なんとなく飽きないようにのスパイスだと思われます。でまあ、ゲットしたところで鍵だけなんで、まあ、ガチャを回すときにもらえるよっていうだけなので、まあ、あんまり戦う必要もないかなっていうのが、まあ、正直なところですね。まあ、ちょっともうちょい頑張ります。はい、とりあえずなんかマイクラみてえなやつから恐竜に変わりました。これであと7個ですかね。で一応ちょっと触れとかないといけないんですけれども、左上にこうランクっていうのがあってね、ハイスコア更新したらちょっとずつ上がってきて、さっき15位ぐらいまで行ったんですけど、機内モードの状態でもですね、なぜか近づけば近づくほど1位のやつが、どん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 、スコアが伸びてですね、多分これ1位になれないやつですね。多分進めば進むほど順位落ちてくみたいな、オフラインモードなのにランカーたちのスコアが上がっていくっていう、もう素晴らしいゲームですよね。
なので多分やめ時を見失わせるために、ランクを上げている、もしくは、最後の食べ物をアンロックしたら1位になれるようにできてる、まあ、この2択ですかね。まあほら順位どんどん下がるんですよ。ずっと俺ノンストップで広告見ながらやってんのにランク下がるんですよ。はい、長かったですが、これで 5B 貯まれば OK 売却して、はい、最後のなんかよくわからん食べ物をゲットしました。だから何ですね、本当にこれ長かった。なんもねえな。もうちょいでかくなるかなと思ったんですけど、結局あのランキングも、いつの間にやら35位になっとるし、なんかね、食べ物によってある程度のところまで行くと成長止まるんですよ。なのでもうこれ最後の食べ物でここまでしか来れない状態で、100、120とかもう本当に無理ゲー極まりないし、で敵は敵でもうずっとちょっと勝てるぞっていう状態が続いて、これ何回やっても、これより強えぞ、すげえ強敵現れたみたいな、まあまあこれより強いやつ出られても最強の食べ物を食べてる時点でもうこれ以上強くしようがないんですけど、でちなみにパラメータの方はもう完走させます。なんか食べるもの ×3 94.11 だから今それの3倍もらえてるんですけど、あーもうちょ広告、もうね、あとやることで言うとこっちのスキンですね。まあ鍵はまあそれなりに溜まったんで、まあルーレットガチャね、回しまくることはできるんですけど、でこの食べ物に関してね、最初の頃はちゃんと食べ物だったんですよ。ドーナツだチョコレートだ、まあ途中ぐらいからアモアスぐらいからかな、もう全然食べ物関係なくなっちゃってる。もう何を食べてる、あーもう広告多いわ、よしもういい、ということで今日はイーティングヒーローというゲームを紹介させていただきました。非常に面白いゲームとなっておりますので、皆さんぜひとも、やってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。